夏休みを九州で過ごすことになったしんちゃんと野原一家。小さな町阿蘇郷で1週間の生活が始まります。よろしくお願いします。うら、しんのすけ。夕暮れ時、みんなで一緒にご飯を食べたら、父ちゃんとゆっくりお風呂。朝はラジオに合わせて元気に体操。珍しい虫を捕まえたり、近くの小川で魚を釣ったりしながら町の人たちとの交流を深めていきます。最高の夏休みになるはずだったのですが、発明家であり、そして史上最強の、ちょっと変わった博士との出会いから不思議なことが次々と起こり始めます。新しくできたお友達はなぜか春日部のお友達とうり二つ。町には恐竜や忍者の姿も。一体どんな夏休みになるのでしょうか。クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅はこの夏発売。